こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、10月30日だったと思いますけども、私がアカウントを取得して今日で丸2ヶ月になるんですよね。そのポイントサイト、モッピーについてちょっとお話ししようと思うんですよ。まあ、その前に私はね、こういったポイントサイトとか、いわゆるセルフバック系のものっていうのはプロフェッショナル中のプロフェッショナルなんですよね。自分で言うぐらいそのプロなんですよ。というのが、 A8 ネットをはじめとする ASP に登録して、これね、40社ぐらい取引をしたんですけども、最初の3年でですよ、2013年から2015年までの3年間で、私は毎月ね、10万円以上の利益をそういったポイントサイトからいただいてるんですよ。いただいていたんですよね。でその後アフィリエイトに変わりましたんで、もっともっと実績は上がったんですけども、そのいわゆるね、セルフバックとかポイントバックっていうのだけでも300万ぐらい稼いでるんですよね。まあ、ですので、今回ポイントサイトに参加して、すごくね、懐かしいなっていう気持ちと一緒に、すごく稼ぎやすくなってるなっていうことを感じました。その筆頭となって今取り組んでいるのがポイントサイトモッピーなんですけども、丸2ヶ月やって確定報酬が 88,109 ポイントなんですよね。というのが、この凄さっていうのはね、何かっていうと、通常そういうふうなセルフバックとかポイントサイトって反映が3ヶ月以上先になるんですよ。まあ、ですので、最初の1月目っていうのは当然ですけども、2月目にも8万円以上がね、確定することってなかなか考えにくいんですよね。でも今回は私はね、8万8000円確定したんですよ。ちょっと画面切り替えていきましょうか。8万8000円確定して、未確定の方がね、それでもまだ20万弱、15万か16万ぐらいあったと思うんですよ。ちょっと見てみましょうか。今ほら、8万8109円ってあるでしょ。で、メニューをポンとしてマイページから、未確定が15万ありますよね。すごいですよね。だから全部合わせると24万ぐらいになるわけですよ。もちろんこの未確定のやつが確定に全部変わると思いませんけども、15万のうち半分が変わっても15万円ですか。8万8000と足して15、6万になるわけですよね。だから最初の2ヶ月目の成果がこれなんですよ。だからこういうことを考えると、これからもまだまだね、案件やっていきますから、すごく順調に進んでいけるんではないかなと思います。さあ、それではどんなポイントで稼いでいくのかってことをちょっとね、見ていきましょう。不動産投資セミナーってありますよね。これ2万7000円ももらえるんですよ。これ良くないですか、すごく。ファミマ T カードとかね、ありますよね。で、クレジットカードを作れない人、別にね、だから全部できないって考えないでくださいよ。クレジットカードができる人でも、作れて半年に3枚なんですよ。それ以上作っちゃうと、申し込みブラックってやつで、ブラックリストに載っちゃうんで、結局カード作れなくなるんですよね。だからカードが作れるとか作れないっていうのは、実はあんまり稼ぎ続けることに関しましてはあんまり関係ないです。カードが作れる人でも、これ1枚6000円って書いてるでしょ。6000円、合計で1万2000円で、もう1枚作れてだいたい2万円なんですよ。だからカードを作れる人を作れない人って、半年で2万円の差ができるだけなんですよね。よろしいですかね。で、証券会社とかありますよね。これね、誰でもできます。マネックス証券7000円とかね、FX の証券口座とか、もうみんなできますよ、こんなの。年収とか関係ないですから。じゃあ、こっちの FX の口座開設、どのぐらいあるのかなって見ていけばいいんですよ。見てください、これ。1万8000円、1万4000円、1000円、6500円、1万2000円、4000円、並んでるでしょ。これ全部足したらいくらになるんやって話ですよ。パート2まであるわけですよ。ね、これ FX の口座開設、これ全部一緒ですからね、やり方。全部一緒ってことを考えたら、まあ、めんどくさくて全部やらない人も多いと思いますけども、私はこれ全部やりますからね。やり方はそんな難しくないですから、ちゃんと説明書の通りにやればできるんですよ。だから説明書を読むのがめんどくさいっていうのは、もうすでにね、お金を稼ぐのがめんどくさいって言ってるのと同じなんで、そういう人は稼げなくてもしょうがないよって話です。そして、例えば LINEFX で行くじゃないですか。ここすごいですよ。5000円プレゼントの他にモッピーポイントが1000円ですから、合計6000円なわけですよ。すごくいいですよね。で、不動産投資は年収とかが絡んできますんで、年収100万、200万の方は申し込めないかなと思いますよね。まあ、ですけどもね、やっぱり自分でできるやつは自分で探すわけですよ。無料の資料請求とかここにありますよね。無料登録とか、ちょっとクリックしてみましょうか。で、こうやって、私もね、この Unext 今入ってますけども、このページだけでも、おおよそ2000とか3000とか、まあ、5000とかいきますね、1万とか。どうですかね。だから初月で副業を1万円とか3万円とか5万円っていうのは作れるわけですよ。ね、初月で副業ですよ。まあ、これを副業と捉えればですけどね。で、どうしようもなくない人ってのはアンケート行くんですよ。
アンケートってのは獲得ポイント1ポイントとか2ポイントですけども、私ね、こんなにやってるの全部やってますからね。稼げてる私でも全部やると。じゃあ稼げない人がこのポイントをやらずして何をやるんですかって話ですよ。だから自分の力量に合わせた副収入っていうのがあるのはしょうがないじゃないですか。ちょっとこれ切りましょうか。はい。だから毎月10万円稼げる人は毎月10万円のフェーズに入ったからなんですよ。でもカードもできない、FX もなんだかなと、不動産投資は年収がいってないからって方は、じゃあ副業で初月から毎月毎月10万とか20万は無理なんで、じゃあ、5000円とか1万円から狙ってみようかなでいいと思うんですよ。それが最初の一歩なんですよね。だから最初からね、副業でプラス5万って考えるからちょっとおかしいんですよ。それは数ヶ月先にプラス5万とかプラス10万が安定するよねっていうことなんですよ。そこを目指して最初の月は、まあ、プラス3000円だったかもしれない、プラス5000円だったかもしれない、プラス1000円だったかもしれないけども、やらなければずっとゼロじゃないですか。だからこういうふうに最初は小さな一歩、本当に500円とか1000円を拾っていく根性っていうのが大事なんですよ。ということでね、ポイントサイトもものすごく可能性があって、獲得できるポイントっていうのはね、山ほどあるんですけども、最初の取っかかりでこれはダメだと思うのか、あ、でもあるなって考えるのかで道は分かれてきます。ということでね、2021年はさらにもうこのね、ポイントサイトをはじめセルフバックっていうのを改めてね、紹介していきたいと思いますんでよろしくお願いします。本日は以上です。あ、そうだ、下の概要欄からポイントサイトモッピーの登録をして待っておいてくださいね。